はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルエプネシのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていくのはグランドフェスのトリカラマッチなんですが、クワッドホッパーブラックで、スターダフェスティー、そしてのフッタンでやっていきましょう。いわゆるゾンビだけど、まあスタダ付きのゾンビスタダですね。ということでグランドアンカラバリーナ、さあ逆というグランドアンカラバリーナ、さあやっていきましょう。いやー、まあこの動画が上がっている時にはねフェスは終わっているんですが、まあラストということでトリカラマッチ、ラストのグランドバンカラアリーナ楽しんでいきましょう。これはねもうスプラトゥーンの、まあ、長い歴史に幕を下ろすってわけではないですが、スプラトゥーン3というもののね、まあ一つの大きな節目となるそういう機会でございますので、マジで気合い入れて頑張りましょう。てなわけで、私は結構気合いを入れてプラス15まで上がっております。頑張ったね、自分でも思うけど頑張ったね。だいぶ、さあマッチ時間が長い、結構長いねマッチの時間。さあ、よいしょ、60 長いな。さっきまでこんなじゃなくて40秒ぐらいでは来てたのに、まあいいか。とりあえずね、まあ、スプラトゥーン3の思い出等も軽く語りながら、まあやっていきましょう。スプラトゥーンってさ、そもそも、まあ始まったわ話し始めた瞬間にスプラトゥーンの3が始まってからずっとマッチの動画は上げ続けてるわけなんですけど、それもねすごいパート数になりつつ、すごいっすよね本当に。もうパート数は700を超えている感じなんで。さあ攻撃、この戦いはオーバープレッシャー、よろしく。ナイスが返ってこない、ちょっと悲しいな。この BGM スプラの1,2,3の、まあ各アイドルっていうかユニットのね曲が混じってるっぽいっす。さあオーバーフロッシャーとクワッドホッパーのブラックで、もう片方がヴィンセントとパブロで、向こう側の方がなんでやられたの今、嘘だろ今当たってなかったって。で、カーボンローラーウォールドマーカーの、銀モデラーとエクスプロッシャーのハッサムですね。ここちゃんと塗っておきましょう。オバフロとかでもなかなか塗れない端っこの場所、逆に言うとこういう端の端である場所ほど塗れない。エクカス、今のタイミングだと私はゾンビ発動します。つまり私の方が有利。ただスタダが死んでるから全部ゾンビに変えてもいいんだよな、ゾンビギアで。ゾンビ3.10、おごめん、うわー事故った、ごめん。どうせ死ぬならもう触るわどうせ無理なら触る以外ありえない。お体に触ります。あっぶね、ちょっと来い、ちょっと来い、あぶね、だいぶまずいなこれ。上に誰か、いや味方落ちてか、いやーきついねこっちが遠距離がいるうんぬんよりも合わせやすいスペシャルであれば助かるんだが、マジで金モデの人と組んでた時があってね、それがすごい良かったんだよね。痛い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 、エクプロの動きは知ってるけど、うわ早い、エクプロメインとクイボか90ダメージプラスクイボ直撃かな、まずいね。カーボン来るよ、残り20秒はさすがに
取りに行けないね。登んないよ。うわ、登ってないのに無駄な思考。いやー、サメまでぶち込まれたか。塗りの差がでかいですね。てなわけで負けでございます。これはそもそも取れてない時点できついっすね。取れてればワンチャンあるかもしんないけどさ。あ、ちなみになんですけど、裏でやってる限りだと花火玉はスペシャルポイントにならなそうですね。あの、まとい2つ出るんじゃなくてね、片方チームにはまといが、もう片方チームは後ろのキャノンの方から花火玉がポンポン出てくる感じだったんですけど、それがね、花火玉どうやらスペシャルゲージにならなさそうな気配がしてます。一番やばい、危惧してること起こってるね。実はまといのやつってね、スペシャルゲージ溜まっちゃうんですよ、塗ったらね、まといが塗ったら。それが花火玉の方にはないってことは、2つ目後半に確保した側のチームが結構不利になる。だからむしろ連続で確保してもいいぐらいっていう感じだね。片側のチームが塗り全開にして押す押すムーブした方が良さそう。両方とも紫チームが、最初紫が取ったなら2回目も紫みたいな、まあ取れた取れないのやつで無理に狙う必要はないですが、もし同時に競合することがあったら、まあどうぞどうぞってやる方が良さそうって感じかな。さあ斉藤さんだぞ。だいぶね。さあこの結果、このフェスの結果がね、後々に繋がってくる可能性十分ありますんで、頑張っていきましょう。よろしく。さあということで、私初手結構がっつりいきます。スタダですから。スタダゆえ結構無理にいきます。とりあえず15秒延長。嘘だろ。え、3人いたでしょ。私がデスってたのはまあ悪いとは思うけど、それでもデス早くない？え？ダメか。さあまずいぞこれ。さあどうする。スタダである必要ないな。ゾンビとかの方が絶対いいな。これゾンビギアに変えましょう。もう片方もさすがに30秒は敵がそもそも陣地から落ちてこないな。30秒の間狙い撃ってくれることが多いかと思ったから、防衛でも攻撃でも両方ともいけるかなと思ったんですが、ダメですね。狙い外れてますね。これロボムがやってくれたっぽいね。まい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 、ナイス。緑側チーム両方ともいってますね。ちなみにまといの範囲からは離れるようなくらいで、いやダメか、さすがにまといの下の方を塗ってしまうと相手側にスペシャルゲージが入ってしまいます。さあ死んだかこう。なんでまといのない場所、そこを狙えるような感じで行くのが下げ。ヘイ、これロボムですね。ここだけ普通にボムが混じってる。スライド硬直行かれたか。うーん、緑チームがやばい。やられたい放題されてますね。うますぎる。
マジ？ここだ。いやーゾンビに変えましょう。これは別に私の動きがいいとは言えないけど、スタダで最初行くのは逆にリスキー。さあやりたい放題されましたね。とりあえず勝ちたい。私は勝つために頑張る。両方ゾンビ2つと、まあフェスティでいいか。さあやパーンだいぶでも鳥からバトルはさ、倍率ない状態で14万やってるっていうのはだいぶやってるよね。鳥からバトルには倍率ないからね。まあ勝ち負けによるプラスマイナスはあるけどさ。あ、スペゾーいいじゃん。普通にゾンビじゃなくてスペゾー、あースペゾーね、スペ性もありだな前後ろが、これの着こなし面白いな。本来逆なのが正面になるっていう、着こなしが正面か。なかなか意表をついた着こなしで面白いですね。さあ次が第3戦目かな。とりあえずなんとか1勝したい。やれないことはないはず。頑張りましょう。高低差ある場所はね、実はマニューバーはスライドで、あのこう結構高速で降りられるんで、まあ隙は遠いにありますけど、なんで、まあ、下へ方向へは強いんで、それをうまく利用してやっていきたいところではある。ちなみに何回試してもね、あの頑張って端っこの方にやって敵陣侵入みたいなのはできなかった。頑張ったんだけどね、なんかギリギリ届きそうで届かないっていう、そんな距離にあった。さあということで全員現在派、すり抜け床暖房、すり抜け床暖房ネロ巻きとかいう襟じゃないんだ。さあ逆に渡った。ナイス、もう帰ってくる。いいね、いい味方。そうだよ、1-1でしかチームがないはず。両方ともがさ、お互いパートナーのはずなのにナイスが帰ってこないのがそもそもね、まあ、強要すんのはおかしいけど気持ちよくはないよね。さあオキタシューターレプリカが味方ですね。トリプルトルネード、より状況的にオキタシューターたまりましたね。おっ、まずいよ、オフタシュータレプリカ。それ横いる、いるんだよ。とりあえずあっちだけは倒して、つなげるだけつなげたのはブラフです。ロボム投げとくだけで便利。飛ぶ、ナイス、オッケー。うますぎる、マジか。そこ待ち構えてたのかうめえ。あ、てかここ濡れてね。さすがにまとい取れてる状況でここないのはまずい。さあちょっと細かいところ、一応ギリギリの状態じゃない場所は塗っておきましょう。止めた、ナイスタマップ出る。紫ごめんね、この目は合格します。おっぱか。さあ緑側チーム飛ぶしかねえな、これは。おお、マジか。
ーラーが言うとさすがにきついか。残り30秒スペシャルゲージためにいきましょう。まといもあるから余裕でたまります。ただここで使うとさすがにね。デス後の塗りで塗るわけにはいかないからね。これはいけたか。自陣がんちょっと荒らされてるけど大丈夫でしょう。ナイス。オッケーオッケーオッケー。とりあえず勝てたね。オッケーオッケー。えらい、めちゃくちゃえらい。ナイス処理。あれが妹がひでえな。さあナイス勝利。さあラスト4戦目いきましょう。この4戦目終了したとともに、最終結果発表のところの画面に移っていきたいもんですね。まあ一勝といってもね、このフェスマッチのグランドアングランドバンカラアリーナはね、いやー今後も行きたいよね。いろいろとさ小ネタが仕込まれてたりするからさ、今回マッチやることによってさあんまり広場に行けてなかったら行きたい感じはあったけど行けなかったんだよ。そもそも行きたかった、もっともっと。また見れる機会をお楽しみにみたいな感じかな。気合の入りようがすごいよね、そもそもグランドバンカラアリーナって。あの DJ タコワサ将軍とかいるし、当たり目総司令がね一緒に仲良くお店やってたりするから。さあラストです、頑張りましょう。泣いても笑ってもラスト。さあ味方さんは赤ザップですね。微妙ちゃ微妙。まあ自分の観点だったらあの敵陣のリスの方を打ってもらえればすげえ助かるから。壊されなければデコイはめちゃくちゃ濡れる。さあお互いナイスの挨拶をして、さあここ塗っていく。うーわどこから撃った、上マジ行った、そこマジこれは想定外だわ。マジかよ、ガチで言ってるあのリッター。トリマやばすぎる。やばやば、ダメだ、範囲攻撃がきつい。スライドじゃどうにもできない範囲の近くがいっぱいいる。うまい、いいよ、片方取れたのはありがてえな。あー気づいてたのに。まといないからスペシャルの回転は遅いぞ今回。あマジかよ、とりあえずあやられた凶器あそこに出てるの。あいた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 、あっ手じゃないね。一人チーム欲しい、やっぱいるよねそこ。ほっ
ターにも打ち抜かれない距離からやってやってるぜ。ダメだ、バック風はダメです。ウルソノどうだろう、こっち側の陣地だいぶ狙われてるか。緑側のために赤を削っておくのが先決かと思ったけど、ですよね、こちら側がだいぶやられてたか。リッターとローラーが強かったですね。さあということでお見事でございました。リッターが強いせいで上ルート使えなくなるのがきついね。そうじゃなかったら使えたんだけど、ホカルトも。てか私ゼロキルか、さすがに迷惑かけすぎですね。まあ結果として熟練度2から使い続けてたね、フェスの間熟練度2で使い続けてたこのクワッドホッパーブラック、まあ上手くなっているかいないかはわからないですが、熟練度は4のここら辺ぐらいまで来ましたね。まあ努力の成果と言えるのではないでしょうか。はい、ということでね、今回はここまでといたします。この続きとしてね、結果発表この後すぐにありますので、結果発表に移動してまいりましょう。それでは、さあということで結果発表を見てまいりましょう。さあ結果私も見ておりません。どうなっているんでしょうかね。ここの部分からいろいろと4につながってくる、そういう状態の大事なフェスです。臨時ニュース、臨時ニュースだよ。ん、何やったっけ。フェスの結果が出ました。うお、待っとったぞ。ほ、順番に行くで。まずは予備祭の結果をおさらいしたほうが、予備祭でホラガイを多く獲得したのは現在チームで、2位が過去チームということで、現在に90、過去に45ポイントが入っております。次にどのチームが多く投票されたか得票率の勝負。えい、負けないぞ。てんてけてんてけドン。得票率はやはり現在が大多数。ちなみにですね、まあ3日間結構ガチめにやってた僕の感想から言いますと、初日は現在と過去未来だいぶいい感じの同数に分かれてたと思うんですよ、初日はね。でも2日目からね、ホラガイ争奪戦、同チーム同士で当たった場合に起こるホラガイ争奪戦がね急激に増えたっていう感覚があったんで、多分このフェス中に増えてる。これもともとはねだいぶいい感じに拮抗してたと思うんだけど、友達とか約束だったりとか、まあ状況だったりとかを考えてね、得票率がだいぶ伸びたもんだと私は予想します。ということで現在チームが70、過去チームが35ポイント、未来チーム 17% だったのか。よくあんな、よくあった記憶があんだけど、マッチングの運が良かっただけですね。ほう、こうなっとったのか。いい、そしてそして、どこがフェスを盛り上げたか貢献度の発表オープン。チャレンジ取りからいっぺんにいきます。シャンララランララ、えいえいえい、どう、おーい、マジ、過去チームが、オープンは過去チームが120ポイントを、現在チームが60ポイント、チャレンジ、過去チームが120ポイント、そして、現在チームが60ポイント、そして鳥からマッチが、過去チームが180ポイント、そして、現在チームが90。おっと、これはまずいね。さあついにこの時がやってきました。最終結果じゃな。さあさあお立ち会い、今回のフェスを制したチームは、予備祭、得票率オープン、チャレンジ鳥からマッチ、ということで500対370対0。未来チームはこれは頑張ってないっていうよりかは、これ過去チームが強いだけだな。過去のチームがまずすげえなんか多かったかな。パーセンテージ見る限り、いつもね
本当に 1% くらいの差なんだけど、今回 2% くらいついてるから過去チームが素直に強い。やったー、やったよ、ホタルちゃん、万歳万歳万歳。ということで、塩カラーズが、応援しているこちら側の過去チームが今回の優勝となりました。マジかよ、なんということじゃ。過去派のみんなありがとう。もう感動しっぱなしだったよ。どのバトルもこれまでの経験が生きてるって感じだったね。現在派の皆さんもとても頑張ってましたよね先輩。誰がなんと言おうと最高のチームだったよな、みんなありがとう。未来派のみんなもめっちゃ生かしとってね、みんなすごくかっこよかったよ、本当にありがとう。ではめでたく過去派の勝利ってことで、今度みんなの思い出話でも聞かせてもらおうか。おう、武勇伝ならいくらでも語れるのじゃ。俺はなんと今まで初めて先輩の声を聞いた日。それ長い話ですやろ、また今度にしてくれ、遅れやすい。よし、それじゃまた7人で集まろう。グランドフェスティバルの話もしたりねえしな、いろいろ喋り倒そうぜ。ほならそういうことで、過去派のみんなほんまおめでとうさん。えい、そしてどのチームのみんなもお疲れ様。それじゃあみんなまたね、ハイカラシーで待っとるよ。あーたちは当分ハイカラスクエアにいるからな、またお会いしましょう。塩カラーズさんもテンタクルズさんもどうもありがとうございました。ほな解散。えい、終わっちゃったね。祭りの後はいつも寂しいもんじゃな。ということで、今回で一応は予定されていたアップデートの前のフェスが終わりとなりました。公式のところから、公式 X のところをねちょっと見たんですが、2年間お疲れ様でございました。まあね、イカケンさんも3ヶ月ごとに毎回毎回新武器の追加だったりとか、いろいろイベントマップの設定だったりとかね、もうマンタロ前に言っとっただろ、マンカラ地方とハイカラ地方は仲良くすべきとか。何、今回のフェスを見てやっとその意味が分かったんじゃ。お前さんの言うことは正しかったの。うつこちゃん、会場に来てくれたみんな笑顔してはったわ。これからもあの笑顔が見たくなってしまったな。いい表情してますね、なんか姉御肌出てる感じがするよ。じゃあマンタロ、目がうるうるしておるぞ。涙もろいんやから。いやあ、2年間ほぼ毎日やってたこのゲームもね、もうなんか一旦の区切りとなると悲しい感じもしますが、お疲れ様って感じもしますね。とにかくあっちの人らと仲良くするんはええけど、黙ってコラボするんはもうなしやで。まったく世話の焼けるマンタやの。僕今他のアーティストとコラボするよりスリミレンガーの曲をたくさん作りたい。あれあれ、やる気まんまやね。あんたらの曲は世界最高だからな、これからもよろしく頼むぞ。いい、もちろん。だってスリミレンガーの絆は絶対で最高で永遠だからね。3人一緒ならこの先ずっとやってきそうじゃな。あんたがよろしいようで。てなわけで皆さんフェスお疲れ様でございました。ちょっとなんか涙ぐむね、これは。いやー、これからも続いてはいくっていう感じなんですが、公式のやつを見る限りもう新しい武器の追加だったりとか、そういう追加、新しいものが何かしら追加されるということはなさそうですね。今回私は永遠の現在派プラス16まで頑張りました。あのあとね、16にするまで頑張ってまあやった感じでしたね。いやー、ということで皆さん改めましてグランドフェスお疲れ様でございました。かなりね、まあ駆け抜けていった2年間、その間まあ動画の予約投稿を忘れてはいましたが、毎回毎回その分は別次の日に投稿したりとね、一応毎日分の動画投稿を欠かさずできた、僕でございます。まあ頑張りましたね。一旦の節目とはなりますが、これからもね、まあ言うなればいつ来るかは分かりませんが、スプラトゥーンの4のね発表が出て、スプラトゥーン4が無事に出てくるまではこのまま毎日毎日を駆け抜けていきたいなと考えております。改めてよろしくお願いいたします。ということで、このグランドフェス優勝は過去チームとなりました。惜しくも及ばなかった現在チーム、そして、見た目上は普
通にね0ポイントになっておりますが、めちゃくちゃ、戦っている最中にはね見かけた、未来チーム、未来チームはね緑色のインクで分かりやすかったからね。皆さんお疲れ様でございました。どのチームでもね楽しめたらそれが一番じゃないかと思っておりますのでね、これからもスプラトゥーンというコンテンツみんなで盛り上げていきましょう。改めてイカケンの皆さんに感謝を込め、遊んでくださった見てくださった視聴者プレイヤーさんにも感謝を込め、ここで終わりとさせていただきます。ここまでのご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。それではじゃあねー。